両口スパナ打撃スパナメガネレンチリングスパナコンビネーションレンチコンビネーションスパナフレアナットレンチラチェットレンチモンキーレンチソケットレンチプラグスパナボックスレンチデジタル型トルクレンチ6角棒スパナパイプレンチチェーンレン,レンチレンチはボルトやナットなどを回すことによって締め付けて固定したり緩めて外す作業を行うための工具の総称ねじる、ひめるといった意味を持つ 日本では、先端が開放された固定幅のもののみを、スパナともっぱら称し、開放型であるが可変型のモンキーレンチを、はじめ六角棒スパナも、六角レンチと呼ばれることが多いなど、レンチの方を、総称的に使う、という傾向がある。調整可能で挟む形状のものを、レンチ、固定のサイズのものをスパナと呼ばれている。ボルトーサイズによって、 適正な締め付けトルクがあるので、レンチもサイズによって適正な長さになるよう調整されている。きつく締まっている、固着しているボルトを緩める際に、レンチにパイプをかぶせて長さを延長することがあるが、ボルトに過度な力が加わり破損の原因となる。特に締め付けの際には過度な締め付けトルクとなる。レンチの歴史は長い。ローマ人は、 多くの構築物をローマに建設するためにレンチを使用した。実際、現在も残っている構造物の多くにそれらの原型の締め具が使用されている。その頃は、おのののボルトとナットはねじ合わせのため、一体の組み合わされた状態で製造された。そして、ボルトナットは使用されるレンチの口幅に合うように製造されていた。産業革命まで、 カジヤは個々に自分の作ったレンチに合う締め具を製造していたので、人々は他の店には行かないで、いつも同じ店でレンチと組み合わされた締め具を買っていた。またはカジヤからレンチを借りるか、カジヤに必要とするどんな締め具でも製造させた。レンチの最も初期の形状は、レ鉄で作られ、ハンドルはまっすぐか、ある角度付きか、S 型だった。 1770年頃に大量のネジを製造できる最初の旋盤が発明された。この機械による生産の結果、締め具の寸法が標準化されることになった。締め具が同じ寸法になったので、その後レンチの口幅寸法も標準化された。そして、標準化によりレンチは中鉄製になり、1800年代頃にはレンチは一般に使用されるようになった。 最近では、レンチのほとんどは、鋳造品より強度があるハンマー鍛造製となっている。アルコールなど可燃性の製品を扱うプラントでは、防爆仕様の工具が使用される。各種フックレンチハットトーマスズットン、ザハンドツールズマニュアル P83-2007 年、発行。 TSTC Publishing ISBN 978から1から934302から36から1、技能士の友編集部、作業工具の使い方2002年8月25日13版発行。株式会社タイガ出版。工具の達人2007年1月27日株式、会社後段社三水社発行。 工具の本2010学研パブリッシング発行40ページ ISBN 978から4から05から605821から 5, 5, 5ハットアロヤアーティファクツエクスプローリングインジェニュイティーインアイアンコンビネーションレンチズ2012年10月31日宮崎つとむ工具ガレージライフ62.63ページ2011年7月5日発行 カサソー出版社、ツールズゼアユージーズ。ニューヨーク、ドーバーパブリケーションズ、インク、P12、ISBN 9780486220222。ツールズゼアユージーズ。ニューヨーク、ドーバーパブリケーションズ、インク、P13、ISBN 9780486220222。ありがとうございます。